疲れ様でした。重要文化財の城郭建築や石垣などお城はご堪能いただけましたでしょうか。この松山市は今から412年前に松山城を築きました加藤義明が城下町を松山と名付けた昔より、今では人口約52万人の都市として発展いたしております。進行方向左手前方の山麓には日本最古の歴史を持つといわれる道後温泉がございます。伊予の湯や仁木立の祝いの名で危機万葉集にも記されております道後温泉泉質はアルカリ性単純泉で、明治27年に建築された本館は温泉施設としては国内初の重要文化財に指定されております。四国霊場51番札所の石手寺には国宝の仁王門をはじめ三重の塔や本堂など境内には文化財が数多くあり、お遍路さんや観光客だけでなくお参りに訪れる地元の方も多く、しばし俗世間を忘れさせてくれます。白山公園南側には松山城二の丸史跡殿がございます。昔お殿様の屋敷があった場所を現在は史跡庭園として整備しております。また恋人の聖地としても認定されました。まもなく篠宮口に到着いたします。ホームに入りますと多少荒れますので、お足元には十分ご注意くださいませ。本日も松山城山六平をご利用いただきまして誠にありがとうございました。